BGM が好きなの。そうで、ポケモン GO あれはもう流行ってますからね。もう相当やり込んでるらしいですよね、うん、え、そう？いやいやいや、だってレベルいくつぐらいなんですか？レベル今21です。結構いってますよね。結構いってますよ。20超えちゃってるもんね。だんだん上がりづらくなってきますからね。そうなんです、ね、はい、アイリーもやってるんですか？私もやってるんですけど、うん、あの空白とかのバタバタから、うん、ちょっと開いてないでください。なんか色々あったじゃないですか。そう、なんかね、うちのスタッフみんなそうなんだよ。あれまでずっと私日本一を目指してたんですけど、そう、すげえなそれ。日本一でインタビュー来たら、うん、気象情報を駆使して集めましたって言うつもりだったんですけど、ちょっと空白が存在者大変だったので、ちょっと休んでますよ。休んだ、休んだんだ。休んでるうちに抜かれちゃったもん。ね、で、あとね、どんなゲーム好きなのみたいな話を聞いたら、うんうんうん、すごい面白かったのがですね、モモスモモっていうゲームがありまして。何それ？知らないでしょ？知らないでしょ？何のゲームですか？モモスモモって皆さん知ってます？知ってる方います？知らない人ばっかりですね。格闘技系のやつ？違います。違います。あのフルーツの話してます。モモスモモですね。そう、何それ？あのね、これがね、超笑ったんだけど、ダウンロードしました、僕も。モモスモモ。うん。これ本当にモモスモモ、モモとスモモが出てくるんですよ。ジャンルは何なんですか、なんか。何系？パズルゲームとか、RPG とか。ダメですよ、そんなこと言っちゃダメですよ。こういうの。これ、あの、どんどん、あっ、もすももすもも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 もすもももももももすももももすももすももすももこうやってやるゲームです。ももももももどうやね。そうでしょ、そうでしょ。これがすごい上手いの。え、でもこれなんか難しいんですかね。なんかレベルとかある？だんだん早くなってきて、もう待って、ね、すごいゆっくりなんですよ。あ、と思うでしょ。すもも、すもも、もも、早く、もも、すもも、もも、もも、こういうゲームをね、部屋でずっとやってるんですよ。駒顔でずっとやってます。はい、これね、あの200ぐらいまでいくらしくて、今あの20ですね。はい、急いで、もう下行ったら終わっちゃうからね。下ついたらね。え、嘘。ついたら終わりなんだよ。はい、ということで、そのゲーム実況してもらいます。じゃあ、もうちょっと喋りかけない。今ちょっと喋りかけない。そう、独自のリズムが今あったんですから。失礼しました。あー、これ、ちなみに今スコアが47。これ楽しい。47です。これ楽しい、楽しい。そうなんだ、うん、そう、これは集中しないと、これ話しかけられたらできない。そうなんですね。はい、なんか音が聞こえますけど、何ですか？隣でやってますね。何のゲームをやってるんですか？大丈夫ですか？あの人ね、ちょっと最近ゲーム実況になんか目覚め始めて、はい、でも楽しいですね、ゲーム実況見るのも好きです、ね、あ、そう、ちょっともしかしたらね、ニコ生でゲーム実況って、はい、見てるよりやる方が100倍面白いって言ってた。あ、そうなんです。そうなんでね、あれ、なんか画面固まってんのかな。いや、動いてます。ゲームしてますね。ゲームじゃあいつかもしかしたらこう、ね、ゲーム実況番組ができるかもしれない。できるかもしれない。天気関係ないけど、ね、これ天気アイコンでやればいいんじゃないですかね。ね、雨、晴れ、はい、そんな角田さんです。なんかイメージ違います。なんかもっとこう外なんかの飛び出してよさこい、いやそういうイメージじゃない。お家で割としっとりする時間も、うん、そうですね、よさこいやるときはもうはっちゃけるんですけど、うん、それ以外はお家にいたいなっていう、うん、へぇー。アイリーぐらいですよね。もうなんかそのオンエアしてるのとプライベートがあんまり変わらない。変わらないテンションじゃないですか。普段の打ち合わせだってそんな同じテンションじゃないですか。この人いつも変わんねえなっていつも思ってたんですけどね。山口さんはもう本当にもう常に
常にそうです、ね、オンエア中みたいな感じでね接してくれますもんね。もうカメラ回ってなくてももう大爆笑しながらも昨日舘野さんとふざけた写真とか撮ってましたそれオンエアでやってくださいね、このね楽しい写真撮れたんですけど、はい、さあということでね、今ねちょっと緊張をこうほぐしながら ね直子ちゃんの話ですから、うん、そう来てるんですけど、うん、今これがねはい、チャットなんですよ。チャットたちなんですよ。はい、チャットたち。ね、うん、見えます？コメント。見えます。結構早い、はい、どんどん流れて。番組始まったらもうこれ全部こう拾っていかないといけないから。はい、そう。あ、早すぎる。早すぎる。すごい早い。あ、桃とスモモだと思ったら拾いやすいかもしれない。誰が初めて話ですよ、ね。ああ、そうじゃあ試しに気になったコメントを、はい、読んでみてもらっていいですか？気になったコメント、これは全部違うんですよね、うん、それぞれで。はい、そうです。誰が一番最初に拾われるかっていうことね。そうですね、ドキドキしますね。でも全然見えない。早すぎるよね。全然見えない。早い、うん。めっちゃ早いね、今日。こっちは比較的ゆっくりですね。はい。あ、すみちゃんっていうのが見えました。すみちゃん。でも、そう。あ、高一さん、おめでとうございます。なおこちゃんの初めてのコメント、高一さんです。すみちゃん。すみちゃんって多分すみだとよく間違われるんですよ。ああ、角田が。はい。角田すみだね。すみちゃん。だから違うよって思って今。ああ、意外なところ来たな。そうか。すみちゃん。角田あるある。角田あるある。角田あるあるです。はい。いやさっきゲームの話したじゃないですか。はい、なんかアイリンのツイッターの方に。なんか今日そのね、はい、新しくデビューするね、うん、新キャスターさんが出ますって言ったら、うんうん、ゲームで言ったらゲーム開始早々ラスボスかよっていう感じが来たんでしょ。そう、普段なんかこう、うん、ラスボスっていう風にコメントが来ることが多くて、新キャスターの2人が早速ラスボスが出てきたみたいな、初回でラスボスっていうコメントが出てきたっていう、さっきも大笑いしてたんですけど、あ、じゃあゲームつながりでいいかもしれないです ね、うん、そういうラスボスが出てくるようなゲームとかはやったりするんですか？ラスボスが出てくるゲームはあんまりやらないです、ね、うん、やっぱりああいう自分との戦いみたいな。自分との戦いね。はい。モモカスモモカの戦いが面白い。いや、なんかこうスーファミとかプレステとかではなく、こうスマホのゲームが多いんですか？あ、そうですね。スマホのゲームですね。ほとんど。今時だ。今時ですね。スーファミってちょっと今古かった。何を出したスマホ？青春時代だった。DS とか。DS とかね。DS とかね。はい、ということでね、まあ、格闘技好きってことですよね。一切してない？一切してないですよ、はい、はい、じゃあじゃあ質問タイムにしましょうか。あ、質問タイムにしましょう、うん、はい、はい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 、誰か書き込み、そう、はい、お願いします。ある人、書いて書いて、みんな書いて、はい、あれ友達からはなんて呼ばれてたりするんですか？お、あ、友達から、友達からはちょっと変なんですけど、ね、うん、はい、ナオコーンって呼ばれてます。ナオコーン、はい、ナオコーン、トウモロコシが好きとか、いや、なんかそういうわけではない。きっかけとかはなんか、いや、もうすごく長くなっちゃうんですけど。それ聞きたい。10分で終わらない。終わらない。終わらない。そんなに。それちょっと困る。すごいな、はい。あ、そうなんだ。20秒で言うのがプロやで。20秒で。研修みたいになってますけど。ナオコーン。はい。ナオコーン。ユニコーンみたいな感じがする。ナオコーン、ユニコーン、ありがとうございます。いや、とんでもないです。幻のね、幻の生き物、かわいい、すごい気になっていけないけど、ナオコーンですね。ナオコーン、はあ、さあ、じゃあ質問、うん、他に質問、結構、うん、自分で拾っていいですよ。え、何かもし気になる、うん、拾えそうなのがあれば、拾えそうなの、さっき、あ、誕生日は、私誕生日結構、自分の誕生日気に入ってるんですよ。あ、え、誕生日気に入ってる、はい、気に入ってない人っていいんですか？みんな嬉しい、うん、どんな気に入り方があるの？プロフィールの中で誕生日が11月22日なんですよ。
構いい日だな、あのいい夫婦の日なんで、いいそう結構気に入ってて自分で、いい、はい、それあお父さん、それはちょっと村さんには申し訳ないみたいな、何ですか何ですか、いやいやいや僕も結婚記念日をその日にしたいぐらいな勢いがありますけど。実際違いますけどね。全然違うんです。違うんですか。違うんですね。はあ、うん、覚えメモしといてください皆さん。11月22日だそうです。いい夫婦の日ね。いい夫婦の日。はい、さあじゃあ次いきます。どんどん質問書いて。書いて書いて書いて。覚えたよってきてる。お嬉しいです。なんかみんな質問独特なんですよねさっきから。うん、もうなんか。ちょっと曲がった人たちばっかりですから、はい、なんかもうなんか曲がっちゃってるよなんかね、あ好きな雲は、おあいいじゃないですか、絶対これ聞かれますよ、好きな雲ですか、うん、どんな雲、どんな雲が好きな雲、私自然じゃないんですけど、はい、飛行機雲、あ飛行機雲も、はい、へえ、それってどういうできる過程みたいなのが見れるじゃないですか、飛行機雲ってこうずっと、そういうなんか集中して、うん、見るのが好きなんで、ゲームもそうなんですけど、こうぼーっと集中するのが好きですよ、ギューッとこう自分の世界入ってっちゃうやつ、そう自分の世界入るのが好きで、うん、伸びていくとこうずっと見てる、こうずーっとこうなるほどね、はい、あいいですね、いいですね、じゃあもう一つぐらいいけるかな、他にも犬派猫派、ほうあ私猫が大好きなんですよ、ほら、はい、猫、私も猫派ですか、あ奇遇ですね、一緒ですね猫アレルギーだろ私も猫アレルギー、そうなんですよ、そうなんだ、でも猫が大好きで、大好き、その猫の小物とか、はい、こう画像とかを結構集めてたりします、え猫私も猫アレルギーだと思ってて、はい、検査したら猫アレルギーじゃなかったの、はい、本当ですか、多分猫についてる花粉とかで検査してみて、じゃあまだ希望が、うんうん、検査してみて一回、はい、もしかしたらそうなんだ、うん、可能性はなるほどね、うん、じゃあまだいけるかもしれない、猫飼えるかもしれないですよね、はい、嬉しい猫派が増えて、猫派だそうです、うんはい、さあじゃあそろそろ、ニックネーム決めていこうか、あっという間だ、ね、みんなからも、ね、どんなのがいいかっていうのを挙げてもらいながら、うん、ね、何がいいとかありますかね、まあ、さっきナオコーンにしか出てきてないっすよね今、ええナオコーン選手しか出てきてないっすよね、ナオコーン全部のぼらにしか書いてないですもんね、いやいやいや、一切触れてなかった、まあそうでしょうね、あの一つは確定かなっていう感じですね、信明角田選手はいろいろレフリーとかね、今ボディビューとかやられてますけど、基本的にはですね、はい、リングス時代の、ディック・フライ選手とやった名場面、あれがやっぱりね、皆さん日本人で全員見てると思ってますけど、ディック・フライ選手のね、やっぱり体重差があんだけある中で、やっぱり勇敢にも戦ったっていうか、まあもうほとんどボコボコにされただけなんですけど、あれが、なんていうかキャスター魂っていうかね、やっぱり元気 1000% ってそういう感じですよね、なんかうまいこと言ってまとめようとしてますけど、誰か線抜いちゃってください、何か電源、ネットワーク電源を、電源をお願いします、電源だけは嫌だね、電源をお願いします、さあ決めていきましょうか、はい、さあ選択肢を決めていきましょう、はい、まあ信明は黄色にするとして、うん、落ちみたいなね、その前ですね、うん、うん、他にナオコーンナオコーン、ナオコーン、ノブちゃんナブちゃんじゃねえよ、ノブちゃん離れてねえよ、さっきからそっから離れてねえよ、かわいく言わないで、ノブちゃんからスモモちゃん、スモモちゃんスモモちゃん、スモモちゃんずっと呼ばれるからもうまあ、なおちゃんっていうのも多いよね、なおちゃんっていうのが、なおちゃんはいいよね、なおちゃん、なおちゃん、なおすげえ早いんだけども、
なお、なおっち、なおっち、なおっぴ、な、あ、なおっち多いですね。なおっち多い。うん。なおっち。なおちゃん、なおっち多いですね。なんな、なん、なんか、どこに行ってんだ。早い。なおぽん、なおちゃん、なおち、かくさん。かくさん、かくさん。初めてじゃない、さん付けできたの。確かに。キャスカードで。うん、ないですね。ね、早くて、もうど絞れないですね、こんなに。ニコ生でランキング今2位に上がってきた。相当多くの方がご覧になっているということですね。わあ、これ絞るの難しいですね。そうですね、まあ、なおちゃん、なおっちは入れときますかね、うん、なんか多かったんで、うん、1枠なおちゃん、2枠なおっち、はい、で3枠をなおこんちゃん。ちゃんちゃん。なおこーんね、なおこーんのなおはひらがなですか、カタカナですか。ひらがな、ひらがな、あ、ひらがな、なおこーん、ひらがな、こーんがカタカナ、はカタカナ、最初はカタカナでした、最初はカタカナ、はい、え、最近ひらがな、ひらがな、でも話しきれない理由があるからやっぱそうだね、ってってる、あ、そうだね、なおこーん、うん、ひらがながでも可愛いかな、うん、なおこーんで、4枠はノブアキ選手ですよ、ね、今あの信じるにローっていうか、あのね、あのノブアキ誰か書いていただければチャットにね、あー、月編、月編の肉月っていうの、あー、ノブアキっていうんだ、あ、うん、そうなんだ、ノブちゃんじゃなくてノブアキの方でどこ見てんの。ノブアキ、これですね、ノブアキでいいんです ね, ですね、はい、わかりました。ではソラボさん、みんなダメですよ、これ一生一生なりますから、ね、お前が言うなよ、いや言うな、絶対絶対ダメだよ、押したら、じゃあ空ボタン、はい、空ボタン、じゃあこの選択肢で皆さんもぜひボタン押してくださいね、なおちゃん、なおっち、なおこーん、のぶあき、はい、そうですね、なおこーんはひらがな、のぶあきだけ漢字ですね、のぶあきだけ漢字、はい、名前変わっちゃってるよ、ノブアキ、ノブアキはちょっと困ったら困る、困りますね、強そうです、訴えられるでしょうね、強そうですよね、ノブアキでよさこい踊ったらちょっとなんか強そうですよね、そうですね、強そうですね、強そうですね、確かに強そうですね。さあ、じゃあ、はい、出ました、青、あ、なおちゃん、赤、なおっち、緑、なおこーん、黄色、のぶあき、違和感しかねえな、のぶあきって、みんなわかってるよね、みんなわかってるよね、はい、新しくうちに入りました、あの、うん、角田のぶあきです、あのみたいな、うん、もしかして K-1 のみたいな、そういうコミュニケーションになってしまいますんでね、おかしいですよね、さあ、じゃあみんな、うん、押していただけましたか、はい、大丈夫そうですか、集計の方は大丈夫そうですか、じゃあ一緒に5秒前、5秒前5秒前からいきましょう、はい、はい、5秒前、4、3、2、1、終了です。あれ、これニコ生売ってる？ニコ生。ニコ生はやってないですよ。ニコ生だとノブアキになっちゃうんで。空ボタンで決めてます。うん、決まっちゃうんで、ニコ生で聞いちゃうと。ニコ生、もう最近あの本戦にもね、あの自由に
出入りしてるようなので大丈夫、みんなもう空ボタンを押してくれてると思います、はい、うん、さあ集計できました、じゃあ風船飛ばしていきましょうか、はい、どうぞ風船、この名前でバレたっていうのが、いやー本人的にはどうですか、どれがいいとかなんか、でもそうですね、ナオコーンは今まで呼ばれてたんで呼び慣れてるんですけど、ナオちゃんとかナオチが可愛い、ノブアキが多いよ、どうしよう、ちょっとヒーローなんで止まんねえの、あーやっと止まった、あーよかったよ、ナオコーンと同じぐらいじゃない、待って、危ない、あ、あ、おーナオちゃん、ナオちゃん、みんなまともな人が多かったな、よかった本当なんか 順当にいった感じだよね、よかった、本戦の両親を見ましたよね数字で、あのグラフが、はい、どうしようか、どん、だんだんだんになってますね、はい、ということで、あだ名がなおちゃんに決定しました、なおちゃん、なおちゃんありがとうございます、なおちゃんよろしくね、はい、よろしくお願いします、さあということで今研修始まったばっかりです、はい、デビューはもう少し、うん、あとですね9月中旬ぐらいかな、はい、9月中旬ぐらいデビューということでね、研修頑張ってくださいね、はい、はい、ということで角田直子さんでした、ありがとうございました、はい、ということで、どこ見てました、どこ見てましたね、こっち見てました、こっちですね、はい、さあということで、はい、22時を回りましたので皆さんの天気聞いてまいりましょう、うん、ということで今空ボタンを開けさせていただいてます、1時間に1回聞いている恒例の空ボタンです、はい、はい、さあそれではここからも終了1分前で空ボタン締め切っていきたいと思います、その間にコメント書き込みよろしくお願いします、はい、さあこのね集計が終わった後に、うん、はい、続きまして、うん、鈴木さん、はい、登場していただきたいと思います、登場になります、はい、はい、この絵もすごいですね、なんかシュールな絵が出てますけど、はい、ねえ、うん、おそらく福島曇りって書いてますけど、もう今外出てる場合じゃないって方も多いかもしれないですけどね、おそらく曇り、うん、カーテン開けてみていただければと思います、よかったね、決まったね、しかし、はい、いや本当そうですね、よかった、ちゃんと決まってよかったですね、うん、いや次ナオコーンはさ、はい、もう帰っちゃったの、えナオコーン帰っちゃったの、もうあれ今マイクを今付け替えて、うん、の取り外しを、うん、ナオコーンじゃなくなっちゃったんですよ、ナオコーンじゃないですね、うん、ナオちゃん、ナオちゃん、ナオちゃん、あー信明選手もう敗れましたから信明選手は、残念ながら、はい、残念ですね、それでは空ボタン終了です、はい、皆さん参加ありがとうございました、ではこちら結果見ていきましょう、はい、こちら見ていきますと、うん、やっぱり曇りというところが多いですね、485名、うん、そして雨晴れという順番になりました、マップも見ていきます、うん、多いですね、こんなに短い時間でこれだけ多くの方にご参加いただきました、はい、やはりこの時間も中国エリアなど西日本方面雨の報告多くなっています、かなり活発な雨雲この時間もかかっていますので、うん、まあ、今お家でね見ながらボタンを押していると思いますけれども、うん、もしこれからお帰りになるという方いらっしゃいましたら足元十分ご注意ください、はい、それでは空ボタン参加ありがとうございました、
さあではここからはですね後半、新キャスター、もう1名呼んでいきたいと思います。それでは早速登場していただきましょう、はい、ここからは鈴木里奈さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。来ました、赤いスイートピー。はい。すごい。だから横見るようになって。横見る。緊張しちゃうので、あのこれテレビなんで、向こう側カメラ。なんか言ってる。緊張しちゃうのでね。はい。さあということで、ようこそいらっしゃいました。ようこそ。ね、緊張。緊張しちゃう。緊張しちゃうね。そう、あ、今日初。出社。そうなんです。ね、初です。そうです。もう初。今日から初めて尽くしですよ。本当に。今日初めて出社して、で初めてスタッフに会って、うん、初めてもういきなり番組に出てるみたいな。わー、大変。これからやっていけそうですか？大丈夫。うーんって言われたら困りますね。うーんって言われたらね。いやー、鈴木さん。今日は、はい、あのご家族とかも見てらっしゃいますか？はいはい、見てます。見てる。見てます。今日は誰が見てるんですかね？今日はお母さん？家族。家族。みんな見てると思います。本当ですか？お父さんお母さん。お父さんお母さん。お母さんお母さん見てますか？お母さん娘さんをください。あげませんってだから。あげません。あげません。もう本当に。さあということで鈴木里奈さん、はい、うん、鈴木里奈さんがねもう本当にもう初々しい感じがね、うん、緊張が伝わってくる、伝わってきますよね、緊張が伝わってくる、もうなんかこうコメントとかを見てるとですね、はいはい、本当にくだらないことばっかり書いてるんでだんだんリラックスしてくる自分がいるのでね、もうなんかなるべくこうね素の自分がこう出せるように、はい、はい、僕らも頑張りますので、うん、よろしくお願いします。お願いします。さあ今日研修、うん、あ、なんか白い画面になってますけど、あんまりほっといていいですね、うん、はい、今日研修があって、うん、はい、うちの森田組長の、はい、なんかありがたいお話をいただいたりとか、さっきね聞いてましたね、はい、どんな話してたんですか？今までの、うん、歴史とかあと天候のこととかをいろいろ教えていただきました。あ、そうなんですか、はい、分かりにくいでしょうなんてこと言うの、そんなことないですよね、まどろっこしい言い方するんでそんなことないですよ、ね、いや本当にね、はい、本当はなんかご本人は1時間でも2時間でもやりますよって言ってたんですけど、うん、40分にしてもらったんですよ。ギュッと短くして、短くしても40分そうですね、そうですね、大事なお話ですからね。で僕はその隙間を塗って、うん、ね、ちょっとね、雑談っていう形でこの、ね、どんな方なのかなっていうのをお話を、はい、雑談、どんなお話をしたんですか？うん、そう、何が好きなのかなとか話をしてて、うん、で前のというかそのキャスターになる前の、うん、その職業の話とかをちょっとね、うんうんうん、はい、教えていただいて、うんうん、で、すごくピッてしてらっしゃるじゃない、うん、受付のねお仕事をされてたりとかして、はい、へー、ほー、興味津々と思って、うん、受付嬢ってなかなか話しかけに行きそうですもんね、村田さんって受付のお姉さん、全然そんなことないですよ全然そんなことないですけど、受付あるあるみたいな話とかもね、受付あるある聞きたい、そうでしょ、聞きたい、そうそうそう、うん、で僕がすごい気になったのは、うん、いろいろなんか声とかかけられるでしょっていうね、うん、まさにうん、うん、そういう話を聞いたんですよ、うんうん、で実際どうですか？実際にはかけられないです、うん、かけられない、かけられない、意外ね、意外よね、意外、でテレビで見てるドラマとかって必ずそういうところからね、うん、物語が始まったりするんですけど、うんうんうん、そうですね、実際にはない、実際ないですね、そうなんですって、ね、何がチャンスですねチャンスってなんですか、チャンスなんてないですよ、うん、ないですよ、うん、はあ、そうなんだ、そう、うん、ね、受付って、はい、
あの人が来てる時はですけど、はい、来てない時って何をされてるんですか。周囲を観察してます。ああ、重要、重要ですね。うんうん、あのなんかその窓から空が見えたりとかもするんですか。あ、見えます。あ、本当ですか。はい、すごい四季が感じられるところで、うんうん、雨降ったり、うんうんうん、全部見えます。すごい。ああ、もうそういうなんか天気にね近いところからお天気お姉さんになってみようかなと思ったんですか。うん、はい。もうね、僕ちょっと話しただけですけど、うんうんうん、すごいね、なんかね、うん、合わせてくれるんですよ。うんうん、受付ですね、さすが。もう本当にね、うん、なんかね、どんななんか無茶なこと言ってもね、うん、はいってね、言ってくれそうな感じがするんですよね。これ嬉しいですね。なんかね、だからね、あのなんかね、話してるとね、すごいこう癒されますよ。うんうんうん、じゃあみんなが変なこと書いても、ね、ちょっと包み込んでくれると思います。うふふって言いながらスルーしてくれると思いますよ。はい、あ、なんかあの人いなくなったな。どこ行ったんだろう。オンエア中なんだけどいなくなっちゃったけどね。はい、まあ、じゃあ ほっといてね、あの話進めることにしましょうか。そうですね、他にもいろいろ、はい、うん、ね、そんなね、すごいなんか優しい柔らかい感じの癒しキャラみたいなね、うん、あの感じの鈴木さんですけれども、うん、はい、最近ハマってることをちょっとお聞きしました、ね、お、何でしょう。何でしょう。最近、うん、朝ごはんを作るのにハマってます。いや、朝ごはん作ることだって。なんて好感度。好感度がどん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 上がりっぱなしなんですけど、朝ごはん作ってくれる人っていいですよね。ね、大事大事大事。どんな朝ごはんを作ってくれるんですか。うん、結構、うん、おしゃれなのを作るのが好きで、うんうん、なんかアボカド丼とか、あ、うまそう。あとパンケーキ焼いたりとかです。あ、いいな、あ、女子だ。朝パンケーキ食べる、うん、女子ですね、うん、おスムージー飲んだり。あ、スムージー作ってる。あ、スムージー飲んだり。女子だ、本当だ、女子だ、女子だ。ちなみにアイリーは、うん、なあのパン、洋食、うん、その和食、味噌汁、ご飯、うんうん、だったら朝食はどっちですか。朝食はパンとかですね、うん、お、パン。でも最近夏バテなので朝食べれないんですよ。夏バテがひどくて、それあるかもしれないですね。あ、パン派。パン派ですね、朝は。鈴木さんは。私もパン派です。パン派、はい、うん、みんなは何派。みんな、え、みんなは朝ごはん作ってほしいってなったら、うん、パンかご飯か。朝からパン焼いてくれるんですよ。ご飯が多いけど。ご飯がでも多いですね。ね、うん、ラーメンとか言います。寝頃でしょそれ。あ、でもパンも多いね。パン多い。パン派もっと少ないかと思ってました。そうだね、グラノーラって買ってます。あ、意識が高いね、うん、私もグラノーラだった時あります。あ、ほんと、うん、体にいいと聞いて、すぐやめちゃった。シリアル、うんうん、あ、おしゃれだね。あ、シリアル。で、カンタロシリアル。あ、シリアル派の方がいます。シリアル派なんだ。牛乳かけるだけだもんね、うん、あれ朝ごはんっていうのかな、うん、ホットミルク、ホットミルクと牛乳かけるのにかけるのにホットミルクもあるんですか。そうだ、ダブルで牛乳。ホットミルクをかける。へー、笑われてるよ。あったかくしないでしょ、シリアルは。本当はあったかくうまい。ニューヨークではみんな温めてますよ。ほんと、そう、なんか。そうなんだ。そうなんだ。
いいか。でも勘太郎さんの話いいんですよ。なんで今勘太郎さんの話。そうだよ、そうだよね。おかしいよ。持ってかれてしまいましたけど。持ってかれじゃん。そう、あの朝は、ね、朝食はパンを作ってくれる、うん、鈴木さん。あ、素敵。さあ他に、例えば、はい、まあ、天気に関わることだと、はいはい、さっきあのその四季がねすごいこう、はい、変わっていくみたいな、はい、その場所でお仕事してたっていうことでだったんですけど、はい、うん、どの季節が好き、はい、あ、私は春と夏の終わりとかが好きです。春前春と夏の終わりが好きです、うんうん、今も夏の終わりじゃないですか。あ、そうなの。今今もうだいぶ移り変わっていく時ですよね。森山直ですね。夏の終わり歌わないでください、はい、怒られちゃいますから歌うと。夏の終わりっていうのはどんな感じが好きなんですか。なんかちょっと夕方になるにつれて涼しくなってきて、なんかいいなっていう感じで。暑いのは苦手ですか。じゃあ、いや、でも寒いのがすごい苦手です。暑いのよりも。なるほどね。春はやっぱりそのうわ寒いってところからだんだん暖かくなってくるから春の好きです。はい、ちょうど今日のね衣装もあの桜色な感じ で、ね、ピンクが似合いますね。うん、本当ですか。うん、春のイメージ、ね、春のイメージ春のイメージそっちそっち入れちゃダメだよちょっと近いです、はい、もう本当あっち行ったよ。ぶつかってます。もうそれ以上いけないよ。危ない。ちょっとあっち行った。あっち行ってなさい、はい、あっやめてやめて。誰か、はい、誰か暴れてますけどね。ちょっとびっくりしましたね。びっくりしました、ね、リナちゃんの話戻しまして、はい、戻しまして、はい、うん、オーディションでは、はい、赤いスイートピーを、はい、歌ってくれましたけど、はい、赤いスイートピーって世代じゃないと思うんですけど全然。そうですね、ね、でも昔の歌好きで、うん、ほう、私木綿のハンカチーフとかも好きなんですけど、そうなんだ。でもちょっと悲しい歌なので、うん、オーディションではちょっとやめました、うん、もうそれっていうともう森田さんの世代になっちゃうよね。森田さんの世代あれなんか出てきた。出てきました。音は権利的な問題で、何を持って歌ってるんですかね。これ指ああマイク代わりに、はい、これ仕込みですか自分の。いや、あ、置いてあったんだ。あ、そうです、お借りしました。置いてあった間だ。オーディションの時のことって覚えてます。覚えてます。すごく緊張してました、うんうんうん、してましたね。自分の順番まではすごい、うん、すっごい早く感じました、うん、もう前の人が終わっちゃったと思って、うんうん、自分の時は全然覚えてないですもうあーって今に終わってしまった。投票期間はどんな風に過ごしてたんですか。投票期間は私も12時じゃないのに更新なんか押したりとか、うん、あと圧倒的1位ね。え、ちょっとえ、もしもし、大丈夫ですよね。え、何ですか、何ですか。圧倒的1位。いや、私ぶっちぎりの2位なんでいや、そういう意味ではもう気持ちわかりますよ。もうそうですか。そう、投票期間のやっぱ、うん、ね、うん、もうハラハラ、うん、ドキドキハラハラ、うん、10時半ぐらいから心臓がバクバクしてきて、おーおーおー、すごいドキドキですそうなんだね、うん、いやもうその見事、うんうん、ね、皆さんに選んでいただいて、うん、よかったですね、はい、ありがとうございますさあ質問タイムいきますか。質問書き込んでください。そろそろね、
マイクが割れてる、はい、マイクが割れてる、はい、うるさい、はい、はいはい、もうごめんな、友達には何て呼ばれてる同じじゃないか、同じやつですね、はい、なんて呼ばれてるんですか、普通にリナって呼ばれるか、リナ、うん、メモメモ、リナピーって呼ばれます、リナピー、リナピー、なるほど、リナコーンですか、言われてないよそれさっきの、ね、コーンかなりなかなかないですよそうそうかぶんないですよ、そうですね、ただね、うん、P はねちょっとブランドがあるので、うん、そうですよねP はつけられないんですよね、村 P さん、村 P さんでなんかどっちがプロデューサーなのかみたいな、そう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 、そうなんですよ、これあの真面目な話で恐縮なんですけど、はい、あの事前打ち合わせの時に、はい、あの同じ質問僕して、はい、でリナピーって言って、おリナピーかいいんじゃないの言いやすいからって言ったら、あの村ピーがですねあの完全に圧力かけましてあのそれはない、それはないな、それはないって言いながらこう去ってたんですよ、そうですね、まあ、始まってますよ ね、 すね、はい、この辺から、そしてあのネゴがあのちょっとあのフォローで入ってきて、うんうん、ちょっとあの P はないっていう希望が出てますっていうコメントをしたんですよで僕あのきっぱり希望じゃないです、あのこれは命令ですってこれ決定事項です、 P はないですっていう話をしてね、はい、まあ確かにね、なんかねなんとか橋とかなんとか橋さんみたいなのが来てで橋とかね橋とかになったら僕も命令すると思いますそうですね、そこはかぶらない方がね、はい、うん、紛らしいですしね、そう、村 P さんと山 P さんだけにしましょう。P はね。そうね、あの山 P も僕は認めてないですけど、僕は一回も呼んだことはないです、あ、そう、山下、山下って呼んでますんでね、他になんか質問とか拾えてないですけど、はい、何か1個くらいね、じゃあ、 あの初コメント拾い、初コメント拾い、初コメント拾いのコーナーさあいいですよ、好きなだけ拾っていただいて、うん、似てますね今コメントをすごいすごいですね、バーって初めて拾われるのは誰になるのか、早いなあ、 あれドキ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 誰だ、ドキドキ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 って書いた人、ドキドキ、あ、立ち見 B の方、立ち見 B おめでとう、立ち見 B さん、ね、おめでとうございます、立ち見 B さん、よかったですね、ドキドキって入っていただきましたね、何も知れず後でコテハン教えてください、はい、これがニコ生ってやつなんですよ、見たことあります、ニコ生、 あります、あ、本当あるって、うん、よかったね、よかった、うん、さあじゃあ質問いきますか、質問もじゃあ拾ってみます、はい、拾えそうなやつ、皆さん質問書いてください、うん、どんどん、うん、おひろちさんちょっと尖った質問やめてください、お、なんかありました、好きなレスラーとかあるんです、好きなんでそれ拾ったの、なんでそれ拾ったの、答えられるの、答えられるの、プロレス好きとかじゃなくて、あ、じゃないです、ちょっと目に留まった、あ、目に留まった、確かにね、カタカナって目に留まるんだよね、あ、確かに確かに、うん、で、誰なんですかね、うん、好きなレスラー、ね、知ってるレスラーって言ったりしますパンクラスとかねパンクラスみたいな、はい、さあじゃあ次の質問、じゃあ他のやつにしましょうか、はい、うん、オーソドックスのやつね、餃子好き餃子好きなんでそれ、え、餃子好きなの、餃子好きです、あ、そうなんだ、餃子好きです、お、餃子好き、チャットもじゃあニートントンさんですね、お、よし、餃子好き広がらないね、イエスノーだと好きって広がらないね、うん、自分で作ったりするの、餃子は家で作ったり、餃子
作らないです。さあ次行ってみようか、はい、他にも答えやすいやつ書いてね、うん、ペンペンさんやめてくださいそういうのダメですよ、ね、カタカナ書けばいいと思ってるから、ね、その内輪的なやつわかんないからね何でもいいですよ。真面目なの、うん、すごい真面目、すごい、ちゃんと一つ丁寧に見てくれてると思います、うん、今、うん、じゃあ誕生日、あ、誕生日、誕生日、まあ、うん、私11月29日が誕生日で、近い、近い、いい肉の日なあ、いい肉の日、いい夫婦と、イダッチと一緒、イダッチと一緒だ、イダッチと一緒、イダッチと一緒、あ、先輩キャスターの微妙なところと一緒にしてきたな。イダッチってあの金曜日の夜に出てくる、私すごいラスボスって言われるけど本当のボスはイダッチ、うん、本当のボスあのフィクサーって言われますよね、全てコントロールしてそうな人ですよね、うんうん、本当のボス、うん、いい肉の日だ、いい肉の日、じゃあお誕生日っていうとなんかステーキが出てきたりとか、焼肉行こうって誘ってくれます、そうなんだ、うん、なんか安いですよね、いい肉の日、いい肉の日、いい肉の日、安いところが結構あるみたいで、でも焼肉屋さんでケーキ出してくれたりとかっていうのはなかなかないでしょ、なんかお肉でケーキになって出てくるところ、盛り合わせみたいな、盛り合わせで結局焼いて食べるんですけど、あ、そうなんだ、びっくりした、あのなんかそのケーキに乗ってとかと思って肉がそれ嫌ですね、それ嫌ですね、別で出してもねそうなんだね、さあということでじゃあニックネーム、はい、ニックネームコーナーに行きましょうか、そろそろそうですね、決めていきましょうか、じゃあさっきね、リナから始まり、うん、リナ、リナ P はなしなんですか、 P はなしです、ね、なしで、P は多分この会社ではないと思います、わかりました、はい。さあ何が来てるかな、みんな候補書いて、すごい怖い画像が出てるんですけどん、何ですか、何ですかあれ何出してんの、え、何あれ何ちょっと、いやいやいや、もう決定でしょうねこれ、誰誰、え、誰え、誰バーミノール選手ですよね誰なのそれ、間違いないでしょうねこれは、誰、やっぱりこっからね、やっぱり育っていってこんなある意味実っていくみたいなところがあるんでしょうね何を言ってんの、何を言ってんの、鈴木実る、ミノル、ミノ、ミノリンでしょ、ね、ミノリンだと、ね、前にいらっしゃった方ですので、うん、ミノリンは使えないですよで名前にミノって入ってないし、はい、別人になっちゃう、そうですね、はい、さあ鈴木里奈さんの、あ、なんかリングネームって言いそうになった、ニックネームですニックネームです、リングネームでいいですよ、リングネームですよリナちゃん、リナリナ、リナッチリーナリーナリーナいろいろ来てますね、スイートピースイートピーね、ピーはダメ、そうですね、ピーはダメなんです、ピーで終わるやつはダメですね、ピーダメなんです、ピーダメだよ、スイートピーもダメです、ピーダメ、圧力かけられちゃうリーナってギャル風だね、うん、キューティー鈴木っていうのもあるけどいらっしゃいましたね、キューティーね、あのホストの方とねご結婚されました、そんな情報を守ってんの、いや、もうもちろん知ってますよ、もちろん知ってます、全鈴木っていう
急に急にどうしたの、ネットワーク誰かに切られたな、さてははい、これキューティーの方を入れるのかミドルの方を入れるのかね、どっちを入れればいいのかよく分かんなくなってきましたけど、さあじゃあ何どこら辺が多かったですか、うん、何がいいでしょうね、いっぱい来てますか、リーナ、リナッチ、リナッチ多い、リッちゃん、リナタン大人呼びにくいよねタンとか呼ぶと呼びづらいか、いや女子はいい、女子はいいけど男子がよリナタンって言えないですよね、リナタンってちょっと言いづらいか、うん、呼びやすいやつがいいですね、そうですね、うん、リナリナリナちゃんルナルナみたいなちゃんあれ復活してる、復活してる、リナリナいいな、スズリナ、おリナリナ、リナックスって別の会社名になってるからさ、リナックス、うん、リナックスいいねレッドハット知ってる、リナックスって英語なのか、じゃあなんか気になるのありました？リナティ。リナリナピー以外にも呼ばれてたあだ名っていうのは。リナティ。リナチ多いかな。この中には定着してないんですけど、うん、リナティ。リナティ。って呼んでる子もいた気がします。リナティあー P じゃなくて T リナチ呼びやすい名前にしてくださいね、なんかいっぱい来て、リナッチ、リナちゃんっていうのは意外と少ないんだね、うん、リナちゃんはないんですね、ね、リナ、うん、わあ難しい、リナリナリナ様リナ様リナ様みたいなリナクマクマ643名いらっしゃいますからね、リナチリナリナ、あじゃあこうしようかな、一応あのオーソドックスなやつも入れながら、リナちゃん、リナリナッチ、あとはリナリナを入れるかリナックスを入れるかリナックスいいと思うな、え、なになにリナックス、リナックス、じゃあリナックス3枠リナックスで4枠はどうやってあのキューティーにするの、ミノルにすんのあれ印刷してきたの、あ、さっきいなかったの、印刷してきたんだな、さっきいなかったの、そうですよ、番組前にやっといてよ、そういうのは
当たり前じゃないですか。なるほどね。そのためだけです。じゃあ4枠はミノル、ミノルさんで、はい、全部 ひらがなでいきますか。りなちゃん、りなっち、リナックス、ミノル。これからキャスターとしてミノルみたいな。この4つですか。4つですね。なんか 半分なんか、うん、リナックス。リナックス芸名みたいだよね。はい、さあ、はい、出ました。はい、青枠リナちゃん、はい、赤枠リナッチ、緑がリナックス、黄色がミノル。ミノル、ミノル、ね。さあ、じゃあ皆さん押してください。押してください。皆さんの投票で、うん、鈴木里奈さんのニックネームが決まります。一文字もミノルって入ってない。さあ、どうなるのか。名付け親みたいになっちゃうね。名前も変わっちゃうもん、ね。さあ、じゃあ集計そろそろ参りますか。そろそろ。もう押しましたか皆さん。いいですか。よし、じゃあ5秒前でいきますね。はい、はい、それでは締め切り5秒前です。4321終了です。さあ、それでは風船を上げていきましょう。ミノルもこれ結構多いんだよな。どういうこと。ああ、よかった、なくなった。リナックスも残ってる。リナックス、リナックスあるの？あー、よかった、よかった。リナッチ、リナッチ決まりました。あー、よかった。リナッチとリナッチみたいな感じになっちゃったね。あー、リナッチとリナッチで誕生日が一緒だし、うん、いい肉の日でね。いい肉の日、絶対に、はい、見習わないでいただきたいな。そうですね、最初のうちはあんまり触れない方がいいと思いますね。徐々に徐々に。15年ぐらい早いですね。あ、圧倒的でしたね、リナッチ。うん、リナッチ、はい、ということで、リナッチに決定しました。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ということで、鈴木里奈さん、はい、鈴木里奈さんも今から研修に入りまして、うん、はい、まあ、9月中ですね、9月下旬にデビュー予定ということで、はい、これからよろしくお願いします。お願いします。頑張ってください。お願いします。鈴木里奈さんでした。さあ、それではここからは予報センターから、お天気お伝えしていきたいと思います。はい、予報センターから最新の天気をお伝えいたします。まずは最新の台風情報です。21時現在の台風の位置を確認していきます。21時現在、台風10号は八丈島の南の海上およそ500キロの海上にありまして、大型で非常に強い勢力を保っております。中心の気圧は940ヘクトパスカルで、北東に30キロで進んでいる状況です。明日になりますと、徐々に進路を北寄りに変えていきまして、明日の夜には八丈島の東の海上、そしてその後は東北地方にかなり接近ないしは上陸という可能性が高くなっています。また進路が西寄りにぶれますと関東、そして東寄りにぶれますと北海道にかなり近づくという可能性もありますけれども、現段階では東北地方の上陸という可能性が一番高い状況です。この段階でも強い勢力を保っていることが予想されますので、東北エリアでは火曜日、厳重な警戒が必要となります。そして現在の状況に戻って見ていきますと、この時間は関東そして中国エリアで雨のところが多くなっています。特に中国地方の雨雲、日本海を進む低気圧の前面に発生した非常に活発な雨雲で、特に現在は広島県のあたりから豊後水道にかけて非常に活発な雨雲ライン上に形成されております。こういった雨雲ですけれども、これから明日の朝にかけてさらに活発化しながら中国四国エリアを通過していく見通しです。
こういった活発な雨雲の下では1時間に70ミリから80ミリという非常に活発な雨雲、雨を降らせるということになりますので、夜間ではありますけれども、道路冠水ですとか中小河川の増水、土砂災害の恐れがあります。夜間にむやみに外に出るのは控えた方が良さそうです。雨音が激しいような状況の時は、無理に外へ、見に行かないように、注意をお願いいたします。またこういった雨雲、明日日中になりますと今度は近畿エリアに広がってきます。大阪など県阪神エリアでも場合によっては雨が非常に強まって、